6月8日、味岡市民センターでタウンミーティング市政報告とまちづくり懇談会が開催されました。この会では今年度予定している主な事業の概要説明と現在の市政運営の報告を山下静雄市長が直接行います。近年は新型コロナの影響もあり、オンラインや小規模の集会などで実施。参加者は中学生や保育園児の保護者、防災会に所属する人などでした。今回は手の消毒をする、座席の間隔を空けて座るなどの感染症対策を徹底し、4年ぶりに市民全体を対象にして行われました。タウンミーティングは一人でも多くの市民に参加してもらえるよう複数の会場と日程で開催されます。5月25日の北里市民センターから始まり、最終日のここ味岡市民センターまで4カ所で行われました。公の場では久しぶりの開催ということもあり、市民の皆さんへの報告事項が複数あります。山下市長は新型コロナウイルスの対策や SDGs 未来都市など7つの事柄について報告しました。病気がかかっているということになりますと、コロナ以外の病気がかかった場合、急病で、ね、救急車の時も緩くまるよということもありますので、まあ、全体でですね、やっぱり病院に負荷をかけていかないように、気をつけていく必要があるだろうと思っております。ワクチンがありますけれども、1、2回目、今4回目が来ていますけれども、小牧は小牧公式という、ね、独自の公式でやってまいりました。国は当初、昨年の3月までに、すべての65歳以上の市民に接種券を一斉送付ということを想定をして、指示が来ておりました。で、小牧は、国はそうやって言うけれども、重症化リスクが年齢の高い方が、ね、リスクが高いということが分かってましたので、もうこれ、年齢順に送ろうということで、接種券は年齢順に送るということを決めました。詳しくはですね、そうした中で、昨年の5月にですね、内閣府の方から、小牧地域初めて SDGs 未来都市ということで、選定をいただきました。まあ、SDGs に向けての取り組み、そしてこれからのですね、SDGs に向けた計画、こういったものが評価をされまして、今、SDGs 未来都市ということで、小牧市に認定されております。で、小牧市もですね、まあ、そういった中でお礼の品を工夫しながら、ぜひ小牧に寄付してくださいよということを呼びかけをしています。で、小牧の寄付額もおかげさまで味方で推移しておりまして、ずっと黒字だよということでね、ありがたいことだと思っております。愛知県内では現在、まあ、第4位ということでですね、頑張っているよということであります。まちづくりとテクノロジー、行政サービスとテクノロジー、行政系のテクノロジーということで、やることいっぱいあるんですね。例えば、まちづくりとテクノロジーでいくと、まあ、マイナンバーカードね、今、有促進に向けております。小牧ですとね、マイナンバーカード、国でも先進事例として紹介をいただいています。そして、まあ、第3子高等給食費の、まあ、無償化ということで、まあ、これもね、多くの子どもさんがいるご家庭への負担軽減ということで、少子化対策も含めてですね、させていただく予定にしております。市政報告の後は、市民による質疑応答が行われます。皆さんはあらかじめ配布された質問用紙へ、市政への疑問を記入しました。質問を投げかけられた山下市長は、一つ一つ真摯に回答していました。犬山駅などと直通で結ぶ路線をぜひ創設してほしいです。基本的には、すべての地域に路線を引いていく。具体的には、すべての市民のご自宅から半径500メートル以内に必ず一つバス停を置いていこうじゃないか。そして、1時間に1本、バスを走らせようじゃないか、まあ、こういう基本的な考え方で整備をしてまいりました。今の状況、ね、かかっている分数だとか乗車数だとか状況を見て、そういったご要望が強ければそういった変更を今後考えていくということであります。全日程で626人が参加したタウンミーティング、日中に参加できなかった方に向けて夜の部の追加開催が決定しました。日時は7月21日の午後7時から、場所は小牧市市民会館です。事前予約は必要ありません。ぜひお越しください。